皆さん、こんにちは。 Welcome to Kenta's Journal。 はい、もう見てわかると思います。今日の動画は工作の動画です。もう工作するためにビニールを敷いたりいろいろやったんですけど、もうビニールを敷いてるってことはかなりメッシーな工作ですね、今日は。まあ何をするかというとですけど、僕の新曲 Goldfish featuring Rain という曲がリリースされました。まあ、Goldfish 日本語で訳すと金魚ですね。今日はですね、その曲をちょっと皆さんに紹介したいんですけど、その金魚にちなんだ、 Goldfish にちなんだことを何かやりたいなと思って思いついたのが、じゃじゃん、タイダイを作る。タイダイって何かというと、タイ、結ぶ、ダイ、死ぬじゃなくてダイっていうのは染めるっていう意味ですね。なので、T シャツを今日はですね、ちょっと金魚色に、染めてみたいと思います。初めて僕もやるので、ちょっと本当に成功するか分かんないんですけど、まあケンタスジャーナルですから本当に成功するか分からないっていうのがいいところなんでちょっとやってみたいと思います。やりながらね、ちょっといろいろこの Goldfish という曲のお話をしたり、したいと思います。それでは Let's get started。 まずは必要なもの 1、 T シャツです。この T シャツを使いたいと思います。で、 T シャツはタイダイする前にまずは洗ってください。洗って、そしてまだ濡れてるままでいいんですよね。消化に必要なのがさっきのタイダイのインクですね。僕は3色今回は使いますけど、全然もっとカラー使ってもいいですし、1色でもいいですし、もう好みですね。その他に必要なのは、ゴム手袋ですね。ゴム手袋しないともう手とかについちゃったら、もう爪とかが黄色とか青色になっちゃうんで必ずしましょう。はい、じゃあまあこんな感じでやっていきましょう。まずは染める前にですね、平たくこのシャツを置くんですけど、これでこのシャツの中心を探します。この辺をこうやってつまんでして、ぐるーって、まあ、渦を巻いてるように丸めるみたいですね。こうやってやってって、これでこの輪ゴムでこれを固定するみたいですね。はい、こんな感じに固定されました。それではこれを染めていきましょう。もう絶対メッシーになるって分かってるんですよね。だからもうそれ覚悟していっぱいペーパータオル作ります、今日は。よし、じゃあちょっとやってみますか。はい、じゃあちょっとゴールドフィッシュの話をしながらやろうかな。まあ、Goldfish featuring Rain という曲で、レインちゃんという LA 在住のね、シンガーソングライターの方と一緒に歌いました。レインちゃんというのは小坂忠さん、お孫さんで、で本当にね、なんかいい声してるんですよね。すごくアメリカ人っぽい声っていうか、でもなんか日本語もちゃんと歌えるし、日本語も喋れるし、なかなかやっぱそういう人日本にいないんですよね。まあレインちゃん今回は歌っていただいて素晴らしかったですね。僕がバースとかメインで歌って、そしてレインちゃんがサビで、ダブルで入ってたりするんですけど、その僕とレインちゃんの声が合わさった感じとかもすごく想像してた以上に最高、最高ですね。レンちゃんはね、実は日本に交換留学で来てたんですよね。それで今回来てる間に、ぜひ歌ってくれませんかって言って、で来てくれたんですけど、それももう本当にタイトスケジュールで、レンちゃんがアメリカに帰る前の日、前日にホセンさんのスタジオに入って撮ったりしたんですよね。もうすごく素晴らしいボーカルを入れてくれて、本当に感謝です。レインちゃんありがとうございます。いや、このゴールドフィッシュっていう曲、今レインちゃんの話しましたけど、実はリュウ松山っていうね、ピアノ3ピースバンドの人たちとも一緒にレコーディングしてるんですよね。それもリュウ松山のっていうバンドのベーシストの、ツルさんという方と、ドラマーのジャクソンさんという方と一緒に、レコーディングしたんですけど、それもすごくかっこよかったですね。スタジオに入って、ベースとドラムを一緒に撮って、なんかやっぱ良かったですね。まあ、そうやって素晴らしい、ミュージシャンの方、ユーマツヤマバンドのツルさんと、そしてジャクソンさんがジョインしてくれました。どうやってこの曲を作ることになったかというと、まず僕とコゼンさんの中で、なんかやっぱリュウ松山と曲とか作れたらいいよねみたいな話があったんですよね。最初はなんか今年の12月にやるワンマンライブで一緒にできたら、ライブでコラボできたらいいよねって話だったんですけど、その後なんかそういう話をしてると、なんかせっかくだから曲とかも一緒に作れたらいいよねみたいな
話になって、もし龍松山と一緒に曲を作るならどういう曲を作りたいって2人で話し始めたんですよ。その時にレファレンスいろいろハリー・スタイルズとかサマーっていうロックバンドみたいなじゃなくて、ちょっとチルで少しレトロな懐かしいようなサマーソングをなんか作りたい感じだったので、そんな感じで作ってて、できた曲ですね。まあこの曲、この歌詞とかですけど、なんかやっぱちょっと秋のね曲にしたいから、秋っぽく寂しさを結構描いた曲なんですよね。まあゴールドフィッシュってね、すごく夏の生き物とも見れるし、キングのなんか色とかもちょっとなんかもみじ色っぽいなとか思ったりして、なんかその夏から秋にね、この移り変わっているこのシーズンにすごくぴったりな言葉だなと思ったんですよね。でやっぱり秋ってちょっと寂しくなるっていうか、肌寒くなる季節なので、なんかそういうちょっと寂しいニュアンスというか寂しいエッセンスはこの曲入れたいなと思って、歌詞でもそれが反映されてますね。よし、こんな感じかな、こんな感じでしょう。本当になんかこの曲って今の時期に本当ぴったりな曲だなと思うので、皆さんもたくさん聴いていただけると本当に嬉しいです。このストーリーもですね、すごく切ないところもあるし、でもちょっとホッとするようなところもあるし、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。それじゃあですね、この対談これで完成ではなくて、これから6、8時間待たないといけないんですよね。で待った後に開いてみて、そして洗って乾かして終了ですね。なんでちょっとこれからこれを寝かせます。これ待ってる間に歌ってもいいですかね歌おうかな、せっかくなんで。ゴールドフィッシュ、じゃあワンコーラス歌います。フルはリリックビデオ、そしてちょっと TikTok とかでもね、歌いたいと思うんで、もうちょっと聴きたいっていう人はそっちで聴いてみてください。はい、それでは皆さん、ついに完成したかな。6、8時間待って、まあ今朝なんですけど、ちょっとすみません、外でねいろいろやってるんですけど、それじゃあ開けてみましょう。おっ、できてるかな。おー、すごい、じゃじゃーん。お、
結構すごい。なんか金魚っぽいですね。なんか青がすごく青いですね。めちゃくちゃ青いからちょっと夏っぽい感じもするけど、でもこの赤とオレンジが金魚っぽい感じもしますね。じゃあ次のステップはこれを洗って、そして干すことですね。